はい、どうもこんにちは。今日はね、マクドナルドの福袋、ちょっとね、あげるタイミングが遅くなっちゃったんだけど、うちも当たったんです。っていうのも、この福袋、外したことございません、僕。競馬なんかはね、外れてばっかなんですけど、マクドナルドの福袋はね、外れたことないんですよ。福袋を購入する権利は簡単に当たるんですけど、ただね、こう中に入ってる金色のマックカードがなかなか当たらないんですよね、これ。今日もね、開封して当たってるかどうか確かめていきますから。ちょっと早速開けていきます。いろいろ入ってる、グッズが。金色なんか入ってるかな。こんな感じで、まだね、開封してないんですけど、どうだろう。なんかポテトのおもちゃ入ってる。ポテトのおもちゃみたいな入ってる。こっからだ。どうだ。じゃあタツが言ったやつから、ね、出してくるわ。これ。なんかこんなの。マンハッタンポテトライト。すごっ。マンハッタンポテトライトですよ。あ、なるほどね。電池を入れると光るんじゃない、これ。ちょっと光らしてみようか。うん、炭酸電池あるから。うちのね、ママはね、電池マニアだからね、必ず家に電池はあるんですよ。絶対電池買ってるわ、あの子。ママ絶対電池買ってるよね、ダイソー行ったら。ちょっと待ってね。いいでしょ、これでいきます。いや、光るじゃん。ほら。ほら、すごい。みんな光るよ。はい、じゃあ次。これだね。じゃん。次。これなんだ？コップ？コップか。タンブラーだな、これ。ほら。コップのおもちゃ？ロングコップ。ハンバーガーだ。なんだ、これ、本当に。あ、本当に。ただのコップです。蓋もついてない。これは、ちょっと、微妙だけど、まあ、いや、長男にでもあげますよ。はい、次。これ。何これ？ファスナーポーチ。ああ。これね、こんな感じで。旅行とか行くときなんか洗面用具とか、入れたらいいんじゃない？結構、ポリエステルなのかな？ポリエステルでできてて、生地もかなりペラペラなんで、持ち運びとかには結構便利そうですね。まあ、この辺はもう当たったらみんなもらえるんでね。はい、次。次。これや。これや。保温保冷リュック。保温保冷リュック。はいはい。マクドナルドの、これ、あ、ウーバーのバッグみたいになってんじゃん、ちゃんと。全編これ、保冷になってるやつ。これいいよ。ほら。え、立つ。ちょっと、しょって。ウーバーイーツみたいになってんじゃん、ほら。ほら。あれ、ウーバーイーツですわ。ウーバーイーツでーす。いいじゃん。え、これ、これ、ビッグ。うん。保育園には持ってかないよ、こんな。何を保冷すんだよ。はい、じゃあ次。これ。うん、ちっちゃ。ま、これがけどメインなんだよ。こう、マクドナルドの福袋。3130円相当の、商品のクーポンが入ってます。ほら。すげえ。ほら。これを渡すと無料でもらえるわけよ。これを、これ全部で3000円で買える権利なんだけど、実はこれだけで3000円以上の価値がするという。ほら、すごいね。サムライマック商品無料券、テリヤキマックバーガー商品無料券、次テリヤキマックバーガー商品無料券。お、テリヤキバーガー好きの僕としてはね、すごくいいですね。次チキンフィレを商品無料券、ベーコンレタスバーガー商品無料券。はい、次
マックフライポテト M サイズ商品無料券。いいね。マックフライポテト、まあ、セットにした。まあまあまあいいし。マックフライポテト M サイズ商品無料券。待って、2枚来ちゃった。もういいよ。マックフライポテト M サイズ商品無料券。おい、マジか。マジか。あ、やっと来た来た。チキンマックナゲット5ピース商品無料券。まあ、そうだよな、そうだよな。チキンマックナゲット5ピース商品無料券。同じのか。以上です、以上。あ、そういうことで、結構、ハンバーガー系は5個ぐらいか？ポテトとナゲット結構多めですね。まあ、まあいいや。まあまあ、けど、これでも3000以上するわけだから。いいよいいよ。でだ、こうやって紹介してた時にちょっと見えたんだけど、マックカード入ってんだけど。ってことは金色のやつ当たったの、もしかして。当たった。これ10人に1人のやつ。これすごい当たったよ。ほら、当たった。すごい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 、すごいぞ。初めて当たったぞ。やばい。金色、金色すごい。これはすごいです。これは当たらないからね。これね、福袋手に入れた方でも10個に1つしか入ってないやつだね、これ。うわー、よかった。すごい、これはお得ですよ。金色当たったよ、マジで。うわ、すげえテンション上がる。こんなことある？こんなことあるかね。しかしいけるぞ、これ。すごい金色や。金色すごいよ。うわ、嬉しい。これマジで今初めて開封したんだけど、すごい。ゴールド。嬉しい。嬉しい。死ぬぐらい嬉しい。死ぬわ。とっちゃんが嬉しすぎて倒れちゃったから、僕たちで挨拶したいと思います。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、バイバーイ。チャンネル登録、お願いします。バイバーイ。あー、あー、開けてる。